金崎と近い距離でプレーしてますよね。はい、太田から相馬、相馬が入れたボール、おー流れた、シュート、見事なゴール、吉田目の覚めるような弾丸シュート決まって0対1、グランパス、上がれてきたところ少しそうですね、切るように下に叩きつけるようにこう足を振って打ってきたボールがちょうどホップさせましたよね、ボールを。まあこのボールの上がり際なんで当たれば確かに強いボール行きやすいんですけどもね、完璧な、そしてコースもちょっとすごいですね。